ただいま。はい。しおちゃん。あいつなんだ。大好きな。早く帰ったから寝たじゃん。ラインしたし、たった3分。たった3分。6時間に感じるの私。ごめんね。ごめんごめん。待ち遠しい3分ってさ、楽しいもんじゃないのかな。楽しいのあるの。俺このために仕事頑張ってんの。俺も前は早く帰りたくて。遅くなってくるね。遅かったから料理のスナックでどんどん増えちゃう。どっちだろうな。どんな体型になっても嬉しいだよ。あの頃が楽しすぎて今は減塩に恋してるみたいな。あのメーロンが俺だったらそのケーキで口を塞いで爆笑するね。さすがに俺ももう限界だわ。お、割れる。ああ、同棲してるし。いや、そういうやついるよな。理解できる。すいません、お願いいたします。アイスティー2つ、1つミルク。はい、ミルク。なんでこんなにたくさん店員いるのに女呼ぶの。この化粧品私持ってる。このティロティロのクッションファンデいいらしいよ。なんで？大好き大好きって叫んで。今？うん。3秒我慢するだけで私がとっても幸せな気持ちになるんだよ。彼女は変わった。俺はもう限界で。大丈夫？痛い。入院したんか大丈夫？なんでよ。辛い時は一緒にいたい。あの時俺は猛烈に感動したんだ。彼女は変わった。俺はもう限界で。なんで言ってくれないのよ。公衆の面前で好きって叫ぶとか狂ってんだ。私が幸せになるのよ。3秒我慢するだけで。ちょっとちょっと時間って思われてるっぽい。勝ってるけど。いいだって、まあなんかあんじゃない。あの、まず話さないとどうにもなります。帰る。ただいま。どうしたの。メンヘラの扱い方1、屈託のない愛情を注ぐ。たまには作ってあげたくて。作った愛情が欲しいわけじゃない。失敗。チョリ、断捨離しよう。2、物の依存から直していく。またよくわからない情報は。あ、これダメ。これは扱い方何番。バレてたのか。ごめん、俺しおりとのこと諦めたくなくて。諦めるって何。ごめん。昔と変わったね、俺たち。だってなんかきっかけとかあった。だってなんかあんじゃない。あの、そういう時はまず話さないと。大輝、優しすぎるんだもん。あ、わがまま全部受け入れてくれて、自分がプリンセスになった気分にさせてくれて、何言ってもいいよいいよって。私どこまで許されるのかなって愛情を測るようになっちゃった。俺のせい。そう、でも最近はやりすぎだった。だよ。だってまだなんかあんのかよ。マジ？